河野道直と毛利元就、両者を片付けねば真の勝利は得られない。いずれにしろ足がかりが必要だ。まずは北上し黒瀬城を落とす。進め。ようやく仕掛けてきてくれたね。まずはお手並み拝見だ。ここは引かせてもらうわ。やるの、褒めてそらすのじゃ。黒瀬城へ進むぞ。強い、これはかなわぬ。ゆずき城は降伏する。開門。この程度でゆずき城が降伏。まあこのまま黒瀬城を落とすぞ。勝利条件変更。この人たちを倒さないと黒瀬城には入れないってわけね。開門。やけに守りが薄いね。門を破られたか。皆の者、けっけっ。反骨のかけらもない腰抜けぶり。無視、見よう。うん、出発したようだね。無事に届くといいんだな。やれやれ、私の歴史もここまでかな。父上はご無理なさいますな。槍働きはこの元春にお任せあれ。開門。残す敵は毛利元就。近いです。お前は黒瀬城にとどまる。敵が何か企んでいる違い。黒瀬城は味方の生命線。用心を怠る。敗北条件変更。は、兄上。無事に届けられたようだね。今のうちに腹を満たしといてもらわないと。降伏したはずの城に大量の兵糧。これを手配したのが毛利だとすれば。お見事にござった。
神装のもののふです。策は成功したようですね。伸びきった敵戦列を分断してしまいましょう。勝利条件変更。柚木城は偽装攻撃、黒瀬城は空城の兵、手の込んだ真似をする。高影殿の策、見事なものだ。これは長宗壁にも勝てよう。ここで私が敗れては全軍が崩れてしまう。なんだかまずい雰囲気ね。仕方ない、私が一肌脱いじゃうか。うむ、自信満々じゃのう。おじいよ、何をするつもりなのじゃ。男を転がすな。見てらっしゃい。毛利の軍略、味わうがいい。者ども、順次出撃せよ。ねえ、そこの素敵なお兄さん、私のお願い聞いてくれる？何者だ。私は惑わされませんぞ。あなたの力は必要なの。いいわね。はい、これはお礼よ。キュッ、立ち退きなさい。ただ敵の闘争心をへし折ったか。あの女、清潔だな。味方に寝返った。何か想定外のことが起こっています。兄者、よくも。全ては毛利の企てだろう。道直を操り、四国を得ようという腹だ。毛利は大国よ。今のうちに降参すれば、土佐の四国くらいは安泰かもしれないわね。安泰？そんなものを求めているなら、最初から戦など起こしてはいない。ねえ、そこのかわいいお兄さん、私のお願い聞いてくれ。かわいいだと？ふざけるな。あら、怪我しなかった？いい子だから言うこと聞いてね。はい。うわぁ、すごいのじゃ。これが尾の子を転がすということなのじゃな。なんという強さだ。フラッチです。持ち物、稲田成敗いたしました。敵将討ち取ったり。仕上げだ。王の道直を撃て。道直殿に手出しはさせません。今こそ天下無双のもののふです。
難敵ですね。どう切り抜けましょうか。未知なほど守れませんでしたか。解凍よし、中にいる甲の未知なを討ち取れ。出ました、ギナチンの呪術猛進。お相手いたす。この剣、私の代で終わりか。仕上げた。毛利元就に引導を渡してやる。開門。プラチモノはイナの弓から逃れられません。負けしているか。拉致者はイナの弓から逃れられません。強い子は聞いてたけど、ここまでとはね。それが分かっただけでも収穫かな。拉致者、イナが成敗いたしました。拉致者はイナの弓から逃れられません。負けしているか。後世に意味のある戦いになればいいんだ。ここで果てるわけには。敵将討ち取ったり。私の負けだ。四国は君たちに任せるべきかな。聖絶なる魂の叫びは今流された血と共に時代に刻まれた。